こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は業務スーパーで売っているじゃーん、このねマカロニを紹介したいと思います。はい、皆さん一度は見たことありますかね、このどんなキアーラ、どんなキアーラというメーカーのマカロニですね。結構業務スーパーさんとかカルディさんとかで売ってることが多いですね。はい、で私試してみました。ちょっとね封開いているんですが、これでねグラタンを作ってみてとても美味しかったので紹介させてください。はい、まずですねこれ 500g 入ってるんですよ。結構いっぱい入ってますよね。これでだいたい140円ぐらいで買えます。はい、でこのねマカロニゼダニーニというものなんですが、原材料はデュラム小麦のセモリナというものですね。皆さん聞いたことありますか？私もね聞いたことはあったんですが、何デュラム小麦のセモリナって思ってちょっと調べてみたら、デュラム小麦というすごい胚乳部の硬い小麦の品種なんですね。でセモリナという粗い挽き方で作った小麦を使っているということですね。結構欧米の方なんかではパンに使われることが多いっていう風に書いてありました。はい、結構ね食べ応えのしっかりあるマカロニなんですが、この茹で時間10分とあってちょっと長いなと思ったんですが、グラタンを作ったんですけどね、この5分ぐらいで茹で上げて、もうホワイトソースと一緒にねグツグツ煮ながら作ったんですけど、案外5分ぐらいの茹で上げでもホワイトソースとねグツグツ煮ればねすぐできるなっていう感じで、結構サクッと使えるマカロニですね。はい、ぜひですねグラタンを作るよという方いたらね、ぜひ試してみてください。ということで今日は業務スーパーのマカロニのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。